東京五輪の後を見据えた取り組みが新たに始まります。スポーツ庁が日本フェンシング協会に競技者を増やすための事業を委託すると発表しました。始めたい人と始めさせたいクラブのマッチング、協会の運営基盤となっている登録者数の増加ということはフェンシングを発展させていくでは不可欠でございます。スポーツ庁から委託を受けた日本フェンシング協会は会員数100万人を超えるレジャー予約サイトアソビューと連携し、フェンシングの体験イベントなどを行います。フェンシングの認知度が競技人口やファン層の拡大に結びついていない現状を打破し、東京五輪後も競技団体が生き残っていける環境づくりを目指します。